校に同僚仰天、何度見ても面白い15鬼レンジャーズ、日時間12日ロサンゼルスは11日、日時間12日、4どころ地でのレンジャーズ戦に15から2で大勝した。6回には、投手が16号を放つと、その後も3人にアーチが飛び出すお祭り状態に。ベンチのミゲル・バルガス内野手は目を開いて、びっくりの表情を見せ、ネットでは、そりゃこんな顔にもなるわ、バルガスさんのあの顔、たまらなく好きと、話題となっている。ドン引きするのも無理はない。大谷が一発を放った直後、フレディ・フリーマン内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手、ジェイソン・ヘイワード外野手にモリーバが飛び出し、一挙7点の猛攻。これに24歳のバルガスは、ベンチで固まり、目を見開いて、驚きの表情。目の前で起こる出来事が信じられない様子だった。大谷が、打球速度 114.2 マイル、約 183.8 キロ、飛距離433フィート、約132メートルと文句のない16号を放った際には、ヘイワードが、ベンチで仰天していた。驚くバルガスの様子はすぐさま切り取られ、ネット上で話題に。バルガスの顔よ。笑い、バルガスいいリアクションだ。そりゃこうなる。何度見ても面白いと日米のファンが注目していた。フルカウント編集部。